アノーマラスアイテム一覧、JP51-100。前期、財団はこれ以上の研究は必要ない、あまり役に立ちそうにないアイテムを多く発見しました。将来、これらのアイテムの知識が役に立つ時が来るかもしれません。ここに記載されているのは日本で保管されているアイテムです。サイト、研究主任、博士。アイテム51-100、説明生きている動物の体毛だけを明瞭に映す鏡。回収日2000年、月、日。回収場所、のアンティークショップ。現状実験中に、編集済み、博士が鏡に映った自身の顔を見て激高し、鏡を破壊しようとする事案が発生。精神的影響がないことを確認した上で、編集済み、博士は減俸、謹慎処分を受けた。今後は体毛に関する問題を持たない職員のみが取り扱うこと。わかってくれよ、隠したいプライバシーってものがあるんだよ。編集済み、博士。説明見た瞬間にその材料、製造過程、適切な使用方法を直感的に理解できる、黄金色の大便を模した置物。回収日2000年、月、日。回収場所、県の路地裏。現状使用方法に基づき、機動部隊も、9、との下流度、が実践運用試験中。詳細は B81、MTF、OP22 を参照。説明あらゆる物理的な接触、影響を受け付けない、違法に路上駐車されているトヨタ、プレミオ。車内に、ASA。こいつを使えばまだ間に合うはずだ。みんなを救ってくれ。と書かれたメモがあることが確認されている。回収日、年、月、日。回収場所東京都、区。現状その異常性ゆえに移動できないため、工事現場を装った柵で囲い隠蔽中。説明ラーメンで編み込まれたセーター。常に出来立ての状態を保ち、スープは麺と麺の隙間に留まっている。回収日2000年、月、日。回収場所大阪府の古着屋。店主はいつ入荷したかについて記憶がなかった。現状サイト、8181管理官のオフィスロッカー。説明4輪普通乗用車にのみ感染するケウナウイルス。感染すると真夏日に放置したような気温を保ち、時々クラクションかライトの誤作動が起きる。車内清掃後、ガソリンを満タンにして涼しい場所に放置するといつの間にか治る。回収日2000年、月、日。回収場所サイト、8122設備課職員の自家用車に感染しているのを発見。現状サンプルのみ保存し、残りは治療済み。面白いですが、今後の研究は予定されていません。説明絶対に壊れない美空ひばりのコンサート DVD。外部の力に対し普通に損壊するが、再生機器に入れると問題なく再生される。回収日1900年、月、日。回収場所北海道稚内の DVD 販売店。現状低価値物品倉庫で保管。実験により粉末状となり、これ以上の使用はプレイヤーを破損させるため禁止。説明古いサングラス。これを通して人間を見ると、頭に猫か動物の耳が、全部に猫か動物の尻尾がついているように見える。耳と尻尾は、それぞれ種族が統一されていない。回収日2014年01月30日、回収場所愛媛県、の路地裏で発見。現状アンドリュー博士が持っています。説明、大学混成合唱団のチケット6枚。飲料の自動販売機の札入れにチケットを切って入れることで通常通り買い物ができ、購入した飲料を飲むとその後1時間程度、性質が大きく変化し、歌うことに適した声と声量を得る。回収日1900年、月、日。回収場所京都府京都市内の金券ショップ。現状サイト、にて保管。2枚を残して使用済み。微光飲料を飲んだ人物の元の性質に関わらず、発生した人間の声は、大学グリークラブに所属していた、ソリスト男性である、編集済み、の声と酷似したものとなる。説明うまい棒水味。回収日2000年、月、日。回収場所都内ディスカウントショップ駄菓子売り場。現状異常性の確認のため、開封し半分を接触。残り半分を包装とともに密封容器で保管。厳密には海洋深層水味でした。
研究員。説明、E カップサイズのブラジャー。装着者の胸部をブラに適したサイズまで肥大化させるが、ブラ背面のベルト部分は装着者が通常時にギリギリつけられる長さに変化し、胸が膨らむことで結果的にホックが止められない。回収日、2000年、月、日。回収場所、博士が通販にて購入。通販業者の詳細は不明。現状、サイト81、にて保管。ひどい嫌がらせだわ。博士。説明カレーうどんを盛ると食事中に絶対に汁が跳ねて衣服を汚す丼。回収日2000年、月、日。回収場所サイト、81、食堂。現状トラヤ博士が実験中に転んで破壊。だからウェディングドレスを着て実験するなんて無理だと言ったんだ。トラヤ博士。説明サイト、81、勤務の西名博士の両手の甲。生来この部位の感染から分泌される汗のみ、由来不明の強いラベンダーの匂いを発する。回収日、西名博士は1900年、月、日に財団職員として迎えられた。現状、同博士は201、現在も同サイト勤務。現在は SCP、JP の研究主任であり、同サイトの最高齢職員でもある。彼は日頃から厚いゴム手袋を着用している。素手じゃお味噌汁も飲めません。若い頃は女の子に喜ばれるのにだけ役立ちましたっけねえ、西名博士。説明それ自体について電子媒体上に記載すると、その文章を様々な猫が写った画像へのリンクに変更する HB の鉛筆。メーカーは不明。また、発生したリンク先の画像に対するコメントを織り込んだ文章には、前述の異常性は作用しない。回収日2000年、月、日。回収場所京都、の文房具店。現状サイト、8190の収容ロッカーにて保存。追記試験118回目から、時々コアラが混ざるようになりました。メンチ切ってんじゃねえ。博士。説明見ながらやると、やるだけ太るビリーズ、ブート、キャンプの海賊版 DVD。回収日2000年、月、日。回収場所群馬県、現状破壊。破壊。破壊。ふざけてません。何なら実物を見てくださいよ。真島研究員。説明食事後30分以内に画商すると、形状がホルスタイン種の牛に変化する木製ベッド。回収日1900年、月、日。回収場所、県の海岸沿いに放棄。現状サイト、8190の休憩室に、異常性を記した張り紙と共に安置している。説明大便そっくりの寄生虫。遺伝子分析の結果、サナダムシに似ていると判明した。回収日1900年、月、日。回収場所、削除済み。現状、博士のオフィスにて、ホルマリンに漬けて保存。自分のがいきなり動き出した時の恐怖を教えてやりてえや。説明、亀吉のお若、と書かれたアイスの棒が刺さった土。毎年春になると、一匹の緑亀が土中から這い出してくる。出現のメカニズムは現在まで解明されていない。回収日1900年、月、日。回収場所北海道、現状プランターに移し、サイト、8181の園芸室に保管。現在までに、25匹の個体を確保しています。説明、全身からローズヒップの香りを漂わせている人間。調査の結果、匂いの元は彼女の直腸からのものであることが判明した。なお、1日に最低40回以上は放屁する、との証言が得られている。回収日、2000年、月、日。回収場所、都内某大衆食堂店。現状、都内園芸店に財団監視の下で勤務中。説明どれだけ解析しても一切そのようなプログラムは組まれていないにもかかわらず、主人公の友人、男、を、攻略、できる恋愛シミュレーションゲーム。回収日2000年、月、日。回収場所東京、秋葉原のゲームショップ。現状保管。まあ、あのゲームの中では一番好感度高かったしな。エージェント、桜庭。説明いくら食べてもなくならないし、腐りもしないチンジャオロース一皿分。回収日18、回収場所横浜市内。現在の中華街にあたる場所にて接収したと記録されている。現状サイト、
8190の食堂で保管。職員は希望すれば利用可能。作った人、肉と塩を入れ忘れているんだよなぁこれ。説明飲むたびに味の変わる水、H2O、2015リットル。濃厚な椎茸の出汁、熟成させた泡盛、程よく甘いココア、海水、泥と納豆の味など多種多様な味が記録されている。今のところ、普通の水の味は確認されていない。回収日2000年、月、日。回収場所、県の慈善事業団体。配給していた牛汁に混ぜられており、その味が物議を醸していた。現状関係者全員に A クラス記憶処置を施した後、サイト、8181にて保存。説明、空腹、と書かれた調味料の空き瓶。振りかける真似をすると、非常に空腹感を感じ、血糖値が下がる。振りかけた食料品は、低下した血糖値の分だけ糖度が増している。回収日1900年、月、日。回収場所、県のゴミ捨て場。現状サイト、8190の保管ロッカーに保管。説明、読み込んだソフトを、内容に関わらず、クリア不可能、にする実在のゲーム会社製のハードと同等のテレビゲーム用ハード。CPU の単純な難易度上昇のほか、攻略できない恋愛 SLG、回避できない弾幕 STG、始まらない RPG、などが報告されている。なお、削除済み、コンテインメントブリーチ、というゲームでは、最初の実験時に必ず殺される。回収日2000年、月、日。回収場所、県、市在住の無職男性宅より回収。現状サイト、8181のロッカーにて保管。職員は担当者の許可を得れば利用可能。説明、接触すれば普通に消化できるが、排泄時には元の形状を復元して排泄される飴玉。回収日、1900年、月、日。回収場所、県の個人経営の駄菓子屋にて合計13個を回収。現状、回収したうちの4個が宇田崎研究員によって売却され、現在行方を調査中。残り9個はサイト、8181のロッカーに保管。説明、17の工程からなる儀式。実行すると、生きた銀歯と外地は生成される。回収日、1900年、月、日。回収場所、県、市の、小学校。現状、手順をサイト、8110の記録室に保存。本アイテムを手品のため使用することは禁止しない。ただし、13工程目で服用する生産ソーダは各自で用意すること。博士。説明類型15ページ以上読むと、眼球含む体表面すべてと口腔内直腸表面すべてから、溶けたチョコレートが分泌される少女漫画。ジャンルは純愛系ホラー。回収日1996年12月31日。回収場所某漫画即売イベントにて頒布。現状頒布された全冊子を回収し、保管用の一冊を除いてすべて焼却。財団有志により、絵柄に手を加え異常特性をなくした、特別版、が作成された。特別版は第2娯楽室にて自由に閲覧可能。800ページもあるもんだから苦労したよ。エージェント、バウリンガル。説明、噛み締める程度の圧力で、歯の詰め物として最適な金属へと変わる、社の板ガムサンボックス。回収日、2000年、月、日。回収場所、県、市の駄菓子屋。現状、実験2、3枚使用の後、サイト81、の医療施設で使用。味って書いてあるけど、金属の味しかしないよな、これ。エージェント。説明被験者の感覚的に、また検査機器を用いた測定においても確実に上下移動しているにもかかわらず、外に出ると乗り込んだ時と同じ階に出るエレベーター。回収日2000年、月、日。回収場所、県の百貨店。現状エリア、において、侵入者に対するセキュリティ、トラップとして設置、稼働中。説明、常温で溶ける夏目漱石が肖像の千円札1枚。0度以下の温度で自然に元の形状、質感に戻る。回収日、1900年、月、日。回収場所県の金券ショップ。現状金券ショップの店主には記憶処置を施し、現在サイト、8190の冷凍室にて保管中。
説明、未知の技術で凝固させた納豆でできた箸1カートン。水分にさらされると表面の納豆菌が活性化して特有のネバネバを生じる。回収日、1990年12月10日。回収場所、富山県、交番の周囲物ロッカー。現状、博士が朝食に使用。職員は申し出れば、博士から借りることができます。破壊ないし分解するあらゆる試みは成功していません。使用時は箸に糊を巻くことをお勧めする、博士。説明者のクラクション音を、音量そのままに発し続けるペットボトル。一部燃焼しており、その際に発生したガスも同様の特性を持つ。回収日2000年、月、日。回収場所、県、市の県道にて、事故車両内から回収。現状防音ケースに入れサイト、8190に保管。燃焼ガスは大気中に拡散することで、音が聞こえなくなった。説明映画、タイムマシン。2002年版、の DVD1 枚。再生すると、ストーリーの時間経過に合わせて再生機器を経年劣化させる。そのため、最後まで視聴できない。回収日2000年、月、日。回収場所、県のレンタルビデオショップ。現状保管。説明、ブランドの花よけ穴パック1箱分。使用後のシートに付着した角栓を視認し続けると、約5分11秒のちに角栓が大ゴマダラの卵に変わる。回収日1811、回収場所当時の収集員が保管していたが、回収時の記録が失われている。現状保管され、残り11枚。実験により発生した大ゴマダラ、匹は現在、牛山博士のオフィス内にて飼育中。出自はともかく、蝶は良いものだ。牛山博士。説明ファミコン版ドラゴンクエスト3のカセット。ただし、すべてのキャラクター、モンスター、アイテムが財団が所有する地養生的オブジェクトへのオマージュへと差し替えわっている。回収日1900年、月、日。回収場所、東京都の中古ゲームショップ。現状、保管、あ、くそ。俺の、今度らレベル24、のデータがまた消えた、エージェント。説明大きく、友情こそが宝、とペンキで書かれた電光掲示板。当該オブジェクトの年代測定では、約、年前に作られたとされている。回収日2000年、月、日。回収場所、県、市の遺跡内部に安置されていた箱。現状サイト、8190に保管。説明一般的な牛丼の作り方が記されたレシピ。手順通りに作成すると、美味ないなごの佃煮ができる。回収日2000年、月、日。回収場所都内の中古書店。W、現状保管。説明、社から出版された英語辞典。アルター、ボルターという単語をこの辞典を見つつタイプすると、最初の W が同ページ上のどこかに移動する。回収日2000年、月、日。回収場所都内の中古書店。現状保管。どこ行った俺の W。研究員。説明、あれ、としか表現することのできない物品。破壊した場合別の物品に特性が移動する模様。回収日2000年、月、日。回収場所サイト、81、談話室。現状同サイトのロッカーにて保管中。うっかり壊したりしないようにしないとな。いつもロッカーに保管できるサイズとは限らないぞ。エージェント。説明読者が最後のページまで読み終わると、すべてのページが別の内容へと入れ替わる文庫本。回収日1900年、月、日。回収場所、県、市の古書店。現状保管中。内容が変わってもページ数は変わらないから内容が途中で途切れてるってのはどんな手抜きだ、研究員。説明には鳥の胴上げで構成されたトイプードル。回収日2000年、月、日。回収場所大部県、山中。現状老衰により死亡、彼。はサイト、81、のみんなに愛され、職員の士気向上に非常に役立てっていたのに、残念でなりません。ごちそうさまでした。トラヤ博士。説明食べると下ネタを言いたくなるネギ。回収日2000年、月、日。回収場所群馬県甘楽郡の農家。現状小口切りにして冷凍保存。
別店のリストに記名された職員はこのアイテムを用いた実験を禁止します。トラヤ博士。説明スイカ割りに使用されると絶対に割れないスイカ。無人機や様々な素材を棒に用いた実験においても傷一つ吹かず、出荷元の同じ畑から取れたスイカからは異常性は見られなかった。回収日20、年08月日。回収場所神奈川県、市の砂浜、県、村の農家から出荷された記録あり。現状包丁を使用した、研究員によりきれいに切り分けられました。食味においては異常なしって書き加えておいてくれよ、研究員。説明東沼佐重高校上跡地から発見された自動二輪。ロケット噴射により加速をし続ける。素材、燃料源ともに不明。一度ハンドルを握ると自分の意思では離すことができない模様。現在のところ確認された最高速度は時速 2400km。回収日2000年、月、日。回収場所、県市の工場跡地。現状財団施設内にて調査中。説明雨風のみを投下させるヘリコプター。実質、気象の影響を受けずに操縦可能。ただし乗組員及び物資はずぶ濡れになる。回収日2000年、月、日。回収場所、県、市。現状財団航空機保管庫にて保管。説明前衛芸術的な形状をした石膏像。石膏像自体は普通に陰影が生じるが、地面や机に投影された影が女性用ランジェリーに見える。回収日1900年、月、日。回収場所大阪府、町。現状サイト、8190の一般倉庫に保管。説明触れた人間の毛髪が同じ模様を示すようになる三毛猫。触れた後30分程度で色は戻る。回収日2000年、月、日。回収場所アメリカ、編集済み、邸宅。現状老衰により死亡、その後埋葬。最後に触ったサイト、81、管理官の毛髪は、現在も元に戻らない。説明結婚相手として申請した場合、何の違和感も与えずに受理、認知されるアマガエル1匹。回収日、編集済み、回収場所、編集済み、現状行方不明。おそらく逃げた。離婚届受理した時に気づいたんだ、うっかり声を上げちゃった。エージェント、鈴村。説明とアプグの判定で使用するたびに面数が変わるサイコロ。回収日1900年、月、日。回収場所東京都、区。現状サイト、81、の職員用ロッカーに収容中。これさ、53面とか32面にもなるんだよな。まともに使えやしないよ。エージェント、この葉。説明使用するとその製品に関わらず、頭上から由来不明のたらいが落下してくる早押しクイズ用の押しボタン。回収日2000年、月、日。回収場所、大学、キャンパスの備品倉庫。現状、回収された計48個のたらいとともにサイト、8181のロッカーに保管。回答する間すらないってのはコントにしかならないんじゃないか、エージェント。説明こすりつぶすことでローズウッド、サイプレス、ライムに近い強い方向を半永久的に発する黒ゴキブリ10匹。回収日1900年、月、日。回収場所山梨県、市の市営住宅。現状繁殖に成功し、サイト、81、で計150匹に安定させて飼育中。死亡、もしくは処分される個体はこすりつぶせされた後に生成し、サイト、81、を中心とした各所に芳香剤として設置。現場職員からは、アロマで爽やかな香りになった、などと高評。とてもじゃないが、香りの発生源は教えられないな、特に女性職員には。博士、